スタートしましたグランプリ男子 400m 予選第2組です。さあ、この第2組に出場しています最も良い、昨年のシーズンタイムをマークしておりますのは第5レーンの加藤君、早稲田大学45.88。昨年一応アジア大会 1600m で金メダルを獲得したメンバーの一人です。さあ、そして第6レーンの木村和志君、4連覇46.29をマークしております。さあ、直線に入ってきました。7レーンは佐藤君、城西大学。6レーン、木村君、4連覇、これは加藤君、早稲田大学。スタートしましたグランプリ男子 400m 予選第2組です。さあ、この第2組に出場しています最も良い、昨年のシーズンタイムをマークしておりますのは第5レーンの加藤君、早稲田大学45.88。昨年一応アジア大会 1600m で金メダルを獲得したメンバーの一人です。さあ、そして第6レーンの木村和志君、4連覇46.29をマークしております。さあ、直線に入ってきました。7レーンは佐藤君、城西大学。6レーン、木村君、4連覇、これは加藤君、早稲田大学。